皆さんこんばんは、 MK です。今回はかなり簡単な誰でもできるすり抜けバグの方法を紹介したいと思います。まずここがどこにあるのかと言いますと、雪の国のここですね。ルイージがいる下のカカシに帽子を預けてから入る扉の中に来てください。それでは早速やっていきましょう。ここなんですけど、このゴール地点の壁、これかなりすり抜けやすいんですよ。この水が見やすくなるように透明になる壁なんですが、ここを使って今回はやっていきたいと思います。はい、それではやっていきます。ここの壁の角のところにしゃがみながら近づいていきます。そうするとマリオの髪とおでこのあたりですね、これが壁にめり込む瞬間があるので、ここで Y ボタンを押して前転します。そうすると簡単にすり抜けをすることができます。ここね、入ってきて黒い部分が見えるんですが、ここはすり抜けないのでかなり狭い場所でしか動けないんですが、とっても簡単にすり抜けバグをすることができます。それではもう一度やっていきましょう。少しずつ少しずつ進むのがコツですね。はい、ここまで来たら行ったも同然です。ここで Y ボタン、はい、かなり簡単ですね。これができたら少し難しい技に挑戦してみましょう。これね、実は前転をしなくても、はい、このようにうまくいくとしゃがんで進んでいるだけですり抜けをすることができます。これはかなりシビアなので難しいと思いますが、さっきのやつができた方はぜひぜひチャレンジしてみてください。ということで今回はかなり簡単な誰でもできるすり抜けバグの方法を紹介しました。これはね、皆さんできると思うのでぜひぜひやってみてください。ということで今回の動画はここまでなんですが、先日質問コーナー募集編の動画をアップしています。これ募集が明日までなので、まだ質問してない方、さらに質問してみたい方、ぜひぜひコメントを残していってください。ということでチャンネル登録がまだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。